こんにちは、お元気ですか？山本リンダです。先日私は大好きな備前焼の松本頼明先生の個展に行ってまいりました。この作品もそうなんですけれども、今回のテーマはワープでございました。本当にこの焼き物が生まれた、備前焼が生まれた1000年の昔にふってワープするような、そんな個展でございました。動画を撮ってまいりましたので、よかったらぜひご覧になってください。ここは日本の歌舞伎座でございます。実は私は今日歌舞伎座のすぐ隣にギャラリーコーという、素晴らしいところがございまして、そのギャラリーで大好きな陶芸家松本頼明先生の作品、毎年秋になるとここで個展をされるんですけれども、その個展を見に参りました。ここね、横ずっとこうやって歩いていくでしょ。そうするとここにあるんですけれども、ちょっと急ぎますね。階段登って登って、でここにね、備前焼松本頼明陶芸展ございます。もうね、本当に素晴らしい方なんです。もう備前焼1000年の歴史があるというね、まさみさんからもねお花が来てますね。こちらにこのようにございまして、じゃあ入ります。皆さん見てくださいね、本当に素敵なんですよね。え、たくさんの作品がこうして並んでいます。もちろんちゃんとコロナもね、気をつけてということでね、消毒液も買い置いてございまして、そしてここにね、私の花もありました。ほらね、えワープロックとすごいんです、先生の作品数々がございます。さまざまな作品がございます。こちらちょっと待ちで戻ります。うわぁ、獅子ね、ライオンですね。素晴らしい。バックミュージックでもね、あればよかったですね。車もあるんですよ、スポーツカーね、さまざまこのようにね、はい、素晴らしい作品の数々並んでございます。素敵ね。はい、先ほどのワープロック、未来と現代をつなげ、ね、また現代と過去をもう一瞬にしてね、飛んでいくというね、そういうイメージで作られたそうでございます。うん、素敵。はい、ということで、ぜひ皆さんまた機会がありましたら、松本頼明先生の、この素晴らしい備前焼お楽しみいただければと思いますし、私はお家にもたくさんだ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 ん増えてきてね、お食事タイムが楽しくなっちゃったり、かわいいね、花をちょこっと入れたりとかね、いろんなことしてね、本当気持ちね、都会にいますけど、ほっとするひとときを松本先生からいただいているわけでございます。では奥様が撮ってる奥様です。はい、ご本人はとても恥ずかしがり屋さんで、この裏の部屋に隠れてしまいました。はい、では以上でございます。切りますね。